超50連勝力士比は、富岡八幡宮に立つ相撲関連の石比である。小島定時の提案によって1988年の9月場所中に混流された。同年の千代の富士の53連勝がきっかけと誤解されるが混流の時点では24連勝であり偶然である。横綱力士比の傍らに立っており、大相撲の本場所で50連勝以上を記録した力士を、 検証している。11角中の日本の石碑としては、珍しい形状を持ち、正面に、悲鳴、以下左回りで、超50連勝力士の名が、年代順に刻まれている。現在5名の名が入り、残る5名が、余白になっている。50連勝以上を1回でも達成すれば、なお刻まれる権利を得るが、各力士の最高記録のみを刻み込むため、 当該力士の引退を待ってから、国名されることになる。そのため、50連勝以上を複数回達成したとしても、重複して刻まれることはない。双葉山の記事である、大分県武蔵市の双葉山記念館、双葉の里には60連勝以上を記録した力士を、検証する、超60連勝力士碑がある。双葉山生誕100年を記念して建立されたもので、 2011年12月の除幕式には前年63連勝を記録したばかりの白鵬も出席した。高さ2.5メートルの八角形の石踏みで双葉山、谷風、白鵬の四行名と手形が入り、あと3名刻名できる空欄がある。ありがとうございます。